がちになったので、少女第66回中国スポーツ賞特別賞森保はじめ様 FIFA ワールドカップカタール2022でチームを日本史上初となる2大会連続決勝トーナメント進出に導かれました。その栄誉を称えて表彰します。どうもありがとうございます。勝利をもって喜んでいただくっていうことはもちろんですけど、本当にこうサポーターの皆さんになって国民の皆さんに、喜んでいただく活動をすることが本当に大切だと思っていますので、少しでもこう社会貢献につながっていれば嬉しいと思います。森保さん のこう鼓舞される口調がですね、素晴らしかったんですよ。松田選手も一つの原動力を作り上げられたというのは、やっぱり森保さんのお人柄と指導力と、まあ、それともなんか全てあそこに凝縮された感じがいたします。それがブラボーという声になったなと思います。それで はい、ありがたい言葉をいただけるのは本当に幸せですけど、でも本当にこういい選手といいスタッフがいて、はい、みんなが仲間のためにチームのためにそして日本のためにということで戦った結果だと思いますので、チームとしてこの賞も今の言葉も受け取らせていただければと思います。